格差の問題や気候変動対策など先進国が取り組むべきものとして国連が採択した目標を SDGs といいますこの目標を多くの人に知ってもらおうと港区でユーモアを交えたイラストの展覧会が開かれています多くの人がぎゅうぎゅうとなって手を伸ばすその先にはジョブ・仕事と書かれた紙が 商談が決定したのか、ビジネスマンがにこやかな顔で握手するその下では、分厚い札束を渡している賄賂の様子。この展覧会は、SDGs の17の目標と169の具体的な課題を、イラストおよそ40点で表しているもので、どのイラストもコミカルな表現と明るい色彩が特色です。 このイラストを描いた環境漫画家の本田さんは、SDGs が結構ファッション的に扱われたりしてるんで SDGs って何を言ってんのっていうのを分かりやすくできるだけ多くの人に知らせようというのが目的ですあの見終わった時にあのなんか重苦しい気持ちになるんじゃなくて楽しい気持ちで SDGs が理解できるようにということでユーモアを少しずつ散りばめてあるというところです このイベントは国連 WFP 協会が主催しているもので伊東忠青山アートスクエアで16日金曜日まで開かれます。